一人息子と絵に描いたライオン気の小さい年取った父親に一人息子がいました息子は大層勇敢で漁が大好きでしたある時父親は息子がライオンの爪で引き裂かれて死ぬ夢を見ましたもしこの夢が正夢で本当にこうなったら大変だ。 と、心配した父親は高いところに立派な部屋を作って息子を閉じ込めました部屋の壁にはいろいろな動物の絵が描いてあってその中にはライオンの絵もありましたこれは息子が退屈しないようにと父親が絵描きに描かせたものですが息子はちっとも喜ばずかえってイライラするばかりでした ある日息子はライオンの絵に向かっていまいましい毛ものめ、僕がこんなロイヤに閉じ込められたのはお前と親父が見た変な夢のせいだぞよし思い知らせてやるこう言いながら息子はライオンの目をつぶしてしまおうとして壁に殴りかかりましたところがちょうどそこに釘が突き出ていたので 手を怪我してしまい、その怪我が元で息子は死んでしまいました。ライオンと言っても、絵に描いたライオンですが。それでも息子は本当にライオンに殺されてしまったのです。自分の運命には自分で立ち向かわなければなりません。 部屋に閉じこもるといったごまかしではなく正面から勇敢に立ち向かっていくべきだとこのお話は教えています。教えています。